さあ今宵も行きましょうか。ついにね、あの未解決事件が動き出すかもしれないというようなお話なんですが、西新宿撲殺事件というものがありまして、それがね再捜査されるかもしれないというようなことを関東連合の石本太一さんのチャンネルで述べておりました。これはね情報源としてしっかりとお伝えしておかないといけないかなと思い、まあ、名前をね挙げさせていただきました。当チャンネルでこの事件に触れるのは初なんですが、ではねどういった事件なのかというのを説明させていただきます。2008年の3月16日午前4時頃、金村貴博さんが家に帰ろうとしているその道中で金属バットで武装した男性複数名に襲われ亡くなる事件が起きました。いやいやいや、金村って誰っていうふうに思う方もいらっしゃると思いますんで、その辺をちょっと説明をさせていただきます。金村貴博さんは在日韓国人で、地元の小中へ通った後高校は朝鮮高校に進学しておりますが、途中で中退をしております。実家はねもう結構な資産家というか、そのやり手で韓国からの食品の輸入品を販売するお店、その他にも歌舞伎町にビルを持っていたり、女性専用のサウナを運営するなど結構多角経営をされているお店をしておりまして、金村さんが高校中退後そのお店を手伝っていたそうなんですよ。そんなね金村さんはね、小学校時代からの友人であるファッションモデル、そしてデザイナーとして活躍する岡沢さんという方と一緒に新宿ジャックスを結成します。そのね新宿ジャックスっていうのはね、新宿を拠点としたチーマーグループで、まあゴリゴリのチームだったもんで、東京近郊で大きな力を得ていくこととなるんです。結構ねそこの出身者って今もやっぱ有名なんですよ。ブレイキングダウンに出ていた赤ジャージの山本さんもそうだしね。またその周辺でもね、まあ有名な方がおりますよ。そんなね金村さんはチーマーとして活躍しておりまして、関東連合の目にも留まっていきまして、仲良くなっていくんですよ。一部ではね後見人みたいな、そのケツ持ちみたいな関係になっているっていうふうにも言われているんですけど、実際そこは定かではございません。ただ仲が良かったっていうのは確実だと思われます。このね新宿ジャックスの一緒に創設した高岡さんは、もともとね広末涼子の旦那だったりね、またはねその金村さんの弟分と言われているのが高岡壮介さん。結構ね芸能界にも太いパイプを持っているんですよ。すごいよね。で高岡さんに関してはね、じゃあ新宿ジャックスだったのかって言ったら、それに関してはねやっぱ否定されておりました。単にねたまたま出会って、その非常に仲良くしてくれたというようなお話はされていたそうでございます。どうもね事件の発端としては2008年3月14日に港区広尾にありますちゃんこ店に行った時とも言われているんですね。そのちゃんこ店で金村さんは関東連合のメンバーと一緒に食事をしていたそうなんです。そこに関東連合と敵対する内越スペクターの当時のリーダー西村さんを含む暴力団組員のグループが来店したそうなんですよ。そして些細なことで言い合いになり、店の外に出て一触即発状態となったそうなんですね。で金村さんは身長は低いものの、本当アメリカンヒーロー、もしくはねそれ以上の筋肉を持っておりまして、喧嘩無敗とも言われておりまして、その内越スペクターの西村さんを一発で殴り飛ばしたそうなんです。これが後の西新宿事件につながったとも言われているんですが、その翌日に金村さんは関東連合の残虐王子こと三立真一の誕生日パーティーに参加しておりました。西麻布のカラオケ店のVIPルームで開かれていたそうなんですけど、そこで内越の西村さんを一発でぶちのめしたというような武勇伝で大盛り上がりだったそうなんです。そして日付が変わって16日午前4時頃に誕生日パーティーは解散して帰路についていたんです。で西新宿の路上に車を止めて降りたところ、目出し帽をかぶって金属バットで武装した男性が現れたそうなんです。どうもねその時金村さんは気づいたみたいで、
300メートルほど走って逃げたそうなんですが、集団はみんなで追いかけてきて金属バットでめった打ちですよ。一部ではね、それがあまりにもひどくて脳が出ていたのではないかとも言われております。で、懸命な処置が行われるんですが、5日後の21日の早朝に脳挫傷でこの世を去ることとなりました。ここだけで見ていくと、打ち越しスペクターの西村さんが感電じゃないかっていうふうに思うこともできるんですが、もう一人というかもう一グループ関係しているのがあるんです。それはね、同じ新宿ジャックスのメンバーで5代目のメンバーの顔役として木村兄弟っていうのがいるんですよ。で、その木村兄弟っていうのは、まあ勢力を拡大させていって関東連合とも結構バチバチにやり合っておりまして、まあ関東連合とは犬猿の仲、そこで関東連合と仲良くしている金村さんに不満を募らせていたんです。いやいやいや、俺ら後輩ですよと、なんで関東連合と仲良くしているの、何なんだあいつは、というようなところでちょっと不満を持っていたそうなんです。そういったこともあって、この木村兄弟は許せないっていう風になったそうなんですよね。これがね、後の六本木クラブ襲撃事件につながっていくんですが、その六本木のクラブに木村兄弟が来ているというような垂れ込みがあって、それで関東連合のグループがバットを持って襲いに行ったんですよ。そしたらね、それが誤情報で全く別の人だったっていう話なんですけど、それがゆえに多くの関東連合のメンバーが検挙され、そして三立真一は今も逃亡中というようなことなんです。まあ三立真一がね、今どこにいるかっていうのは分かんないんですけど、ただどちらにしてもね、ここまで逃げたのであれば、多分ね、一つ一つを紐解いていかなければ多分出てこないような気がするんですよね、私としては。もしくはね、木村兄弟をやるために戻ってきて、そこで逮捕されるかっていう形になると思うんですけど、ただね、この木村兄弟の話なんですけど、新宿ジャックスと結構深い関係にあるよくにさんっていう方がいるんですね。そのよくにさんが木村兄弟にお前らがやったのかって聞いたところ、いや、やってませんというふうに答えたそうなんですよね。まあなかなかね、そこでいや僕らですとは言いにくい部分もあるんで、実際はどうだか分かんないですけど、この流れだけで見ていくと、まあ打ち越しスペクターもしくは木村兄弟っていうのがね、非常に怪しく思えてくるんですよ。ただね、ただなんですけど、なんかね、どうもバットマンズって呼ばれているみたいなんですけど、そのよくにさんもバットマンズにどうも襲われたことがあったそうなんですよね。で、関東連合の誰だったっけ、あの爆弾小僧みたいな感じで言われている、あの新宿メデューサにいた方、名前が出てこない、そう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 、村井さんか、村井さんもバットマンズに襲われたことがあったそうなんですよね。なので、まあ本当全く関係ない、私は第三者なんで何とも言い難い部分はあるんですけど、そのバットマンズってある意味ね、当時敵対勢力を襲うのにいろんなところが使ってた可能性があるんですよね。そう考えていくと、確かに木村兄弟も怪しい、でスペクター、美しいスペクターも怪しい、そう。でもね、それ以外の勢力もゼロではないわけだよねっていうふうに考えていくと、その都内近郊のまあハングレグループもしくはそれに準ずるのが襲ってたとしてもおかしくないのかなと私は思ってしまうんです。とはいえね、さすがにバットで撲殺するようなグループを野放しにしちゃダメでしょって思いますんで、これはね、再捜査っていうのはね、非常にありがたいなと思うんですよね。あ、できればね、こういうやばいやつらは芋づる式に悪いことやってたり暴力を振るっていうやつらはもうまとめてこう芋づる式に逮捕されてくれたらね、ほんとよりいいかなって私は思ってしまいます。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価お願いいたします。いやでもね、本当に再捜査っていうのはマジで、いやすごいことだなと思います。
いや、ようやく動き出したねって。では、またお会いしましょう。いや、ちょっと待って、その前に。いや、ほんと何が出てくんだろうね、そっから。それがね、めちゃくちゃ気になるよ。